超無員さんは勇者じゃありませんので、星2。クラス全員異世界転生の大型版で、学校を中心に半径100メートルにいた人族全員が異世界転移に巻き込まれてしまう。そこで人族一人につき一本光剣を渡されたイベントの時にトンマだった用務員の主人公は光剣を奪われてしまう。その後極寒の雪山にリスポーンしたら、魔導書を持っており、転移ボーナスとして数ヶ月分の食料もあったので雪山のホラー穴で魔法のレベリングをひたすら行ったら、その山の主の牢に気まぐれで助けられてクソ強になる。その後その牢を強さの証明のために殺したいというバーバリアン人族が現れて牢は殺されてしまい、残った牢の子供と親友になって山ごもりをする。そうしたら人族社会でうまく生きれないために迫害された JK が切り捨てられたので気まぐれでその JK を助けたことでメインクエストが始まる。主人公の性格設定が人間不信の警戒心マックスな性格設定なので合理的に行動するため、見ててイラッとする場面がほぼなく、前半のレベリングも JK を助けた後もしっかり行動する。この漫画はごく一部を除くクズしかいない世界において、そのクズたちに食い物にされないように自衛をするというのが主な内容であり、その部分がお上手に描けておりでね。クズにかもられないようにするにはどうするか？お考えられたなろう系。